奥田慶は11月26日から1998年7月16日は、日本の政治家。石川県議会議員、衆議院議員、郵政大臣、自治大臣、国家公安委員会委員長、運輸大臣を歴任。自由民主党所属時代は、竹下花菜奉行の一人、石川県石川郡三河町出身。 旧制石川県立金沢第一中学校から旧制第四高等学校卒業。1948年、早稲田大学政治経済学部に入学。総大時代はレスリング部に所属し、小柄ながら戦闘的な性格と行動力を培った。三年生の頃から、郷里の北国新聞社東京支社で政治部記者として、首相官邸、通商産業省。 運輸省の担当となる。この当時に、食料品配給公団総裁、第一次、佐藤栄作改造内閣の農林大臣などを、務めた、郷里旧石川一区選出の衆議院議員、坂田栄一の地遇を得ることとなる。1958年、北国新聞社を退職し、父親の会社の経営に携わりながら、1967年に、 石川県議会議員に立候補し当選する。1969年、坂田が死去、さらに衆議院議員の井村茂雄も健康上の理由で、直期選挙に不出馬を宣言、石川一区選出の自民党衆議院議員が不在となった。そのため、坂田の後継者として、同年12月の第32回衆議院議員総選挙に自民党公認で立候補し、 三位当選を果たす。この選挙では、無所属で立候補した森吉郎も初当選しており、後に二人の対決は森奥戦争と呼ばれることになる。当選後は佐藤栄作派を経て田中閣栄派に所属。次第に田中派の中堅幹部として対等し、1983年第二次中曽根内閣の優勢大臣として初入閣。竹下登による、 派中派、創生会の結成時には、田中側近の小沢達夫に近いことと、その忠誠心の高さから誘われなかった。また、奥田自身、派中派を作って、後継者に認めさせるというやり方には反対であった。ため、田中の意を受け払いの中間派議員の切り崩しに、奔走。田中の面前に、美濃は昇を呼び、竹下の後見人である。 金丸真に電話をかけさせ、創生会への参加を断念させるなどした。やがて田中が倒れると、当初は、竹下、二階堂進む双方に組みせず、田村元と共に、中間派として、分裂状態にある田中派の一本化を最後まで模索したが、竹下が新派閥、竹下派を正式に結成して、田中派が完全に分裂するにあたっては、田村と共に、 中間派をまとめ上げ、竹下派に合流した。1990年の第二次山内閣で、自治大臣兼国家公安委員長。1991年の宮沢内閣で、運輸大臣に就任。また、この間、党国会対策委員長に就任している。1992年に、形成会が分裂した際は、当選同期の小沢一郎、羽田勤務。 渡辺孝造、二階都市広らの若手と、改革フォーラム21を結成。1993年、宮沢内閣不信任案に賛成し、自由民主党を離党して、新政党の決闘に参加する。総選挙後、衆議院議員運営委員長に就任し、野党となった、自民党だけでなく日本社会党など、連立与党相手に、国会運営を担った。 奥田の地元、石川県では、奥田系の地方議員が揃って離党し、自由民主党、金沢市支部を、壊滅状態に追い込んだ。また、1994年、現職知事の死去に伴う石川県知事選挙では、副知事だった、谷本正則を非自民連立与党統一候補として、全国で、初めて擁立し、自由民主党推薦候補。 石川博士に競り勝つなど自由民主党が圧倒的勢力を誇った県政会の再編に取り組んだ。ちなみに石川は奥田の竹馬の友だったが奥田は谷本支援。自民、社会、新党先駆け連立の村山富市内閣の誕生で新政党が下野した後旧連立与党が合流した新新党に参加。 二大政党の実現を目指す一方、わずか二ヶ月で首相を辞職した、羽田の再当番を願い、1969年以来27年間行動を共にした小沢と田元を分かった。1996年の総選挙で敗北後、新進党離党を決意した羽田と共に、太陽党を結成。その後、野党再編で民政党を経て民主党に合流したが、 この頃から病魔に侵されるようになる。1998年7月12日の第18回参院選では、石川県副知事の岩本草太を非自民非共産候補として擁立し、自民党現職の靴掛かけ鉄を抑え当選させる、原動力となるも、4日後の7月16日、胃がんのため、半蔵門病院で死去した。70歳没。 元衆議院議員の奥田健は長男。宮沢喜一内閣では、運輸大臣として入閣し、成田空港問題シンポジウムに出席するなど、空港反対派と対話した。シンポジウム初日には反対派が練り上げた、特性をもって一審を発せと題する文書を1時間にわたって発表すると、奥田が即興で、大臣という立場でなく、国民の一人として、 ただ今の発表を受けたまわり、心の中で打ち震えるような感銘を受けておりました。心血を注いで農地を守り、土と共に生きてこられた農民の原点に触れさせられた思いでいっぱいですと、官僚が作った文章を読み上げる前に発言して応じ、反対派に舌を任せた。一方で、国家公安委員長として過激派対策をしていた経緯もあり、 運輸大臣に就任して、早々、前任の村岡健三が出した、強制収容法規の方針について、記者会見で問われ、いつまでも待っているわけにはいかんでしょう。国民の99%の納得が得られれば、役人ができない決断を、政治家がやることもあると発言した。これに対して、 反対派だけでなく、空港自体には賛成しつつ反対派と行政の間を取り持っていたグループも激怒し、一時シンポジウムの実施が危ぶまれた。金沢駅整備を推進した。日本とアフリカ諸国との関係強化にも不信しており、日本、コートジボワール友好議員連盟や、日本、エチオピア友好議員連盟の初代会長に就任している。困っている。 人々のためにこそ、政治が光を当てねばならないという信念を修正、持ち続けていた。その思いは、強い力をそいで、弱い方へ回す、ハンディキャップを埋めるのが政治だという言葉を残している、ことからも伺える。公殿や蜘蛛は、不要、両親が眠る墓に一緒に入れて欲しい胸の遺言を、残している。ありがとうございます。